どうも、しゅんはわです。どうも、しゅんはわです。来ましたね、時が来ました、本当にやってきてしまいました。今回やりたい企画なんですけども、はい、題して 100km ルームランナー、お、ベンガンが挑戦します。俺はやりません。まだ外をガン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  100km 走る世の中ではないですから、これ多分誰もまだやってないからね。多分やってない、多分やってないと思う、さすがに。あのね、24時間テレビももしかしたらないんじゃないかな。ああ、そうそう、それもある、それもある、それもあって、え、でも俺チャリティーマラソンやりたいねってってなったっていう。そう、ルールなんですけど、うん、24時間で走り切らなければ、はい、走り終えるまで走る。24時間経った時点で90だとしても、どうして100キロは絶対走ってもらいます。あ、わかりました。24時間以内に走ったら、はい、めちゃめちゃ褒めます。じゃあ今から、まあ、3日間準備して、わかりました、準備本番まで整えてください。はい、整えます。はい、というわけでやっていきましょう。はい、メイケイトパセボーイズ江戸春美。俺江戸さんのイメージめちゃ強いな。24時間江戸さん走ってたな。はい、ということで、運命の日がやってまいりました。いや、来ましたね。お前、今から何来てんねん、お前。あ、お前、何来てんねん。ちゃんとやってくださいね、今からお前はこれに着替えてもらう。え、今からこれに着替えてもらう。あ、このマラソンは課金制なんや、全部。まあ、マイルを貯めて、うん、いろいろね、マイルを貯める、うまい、装備品などを充実していくから。なるほど。最初はお前は布の服しか着れてへんから。あ、会社の休み時間に来たらおっちゃんやないか。靴もあれ、あ、靴ない、靴もなし、靴なし、靴もない、シビアすぎるやろ。まず1キロマイル貯まると、はい、何買えるかっていうと、まずポカリかウイダー1本。なるほど。で、次2キロ、まず冷房を1度下げる。まあ、ルーム目はその1、その2、靴をまあ1つずつ、2キロにつき1個。そう。ってことは6キロで全部揃う。そういうこと。まあ、使い続けた場合。そういうこと、そういうこと。3キロで何が手に入るかというと、はい、それより強いもの手に入るかもしれない。ジュエルディスクが持ってます。いや、いらんやろ、お前だから。くじ引きっていうシステムがあって、それはジュエルディスクを買って初めてできるようになるから。5キロ。まずくじ引き。あ、くじ引きできる。ジュエルディスクの3キロ重ねが実質8キロでしょ。実質8キロ。実質。でもその分やっぱでかいことが一回いっぱい待ってるから。あ、そう。あ、よかったよかった。で、まあその他もろもろ、例えば何キロ到達したら、あの、何か解放みたいなのあるから。30キロ行ったら、もう飲食無制限っていうのが解放されたりするから。あー、そういうこと。体重測っときます。あの、じゃあこれでもみんな予想してほしいよね、これ。これ終わった後俺何キロ減ってる、何キロ減ってるか。83.6キロ。あ、意外と、意外と。お前伸びしろないやんけ、お前。痩せてるの定義やばい。いや、あるよ、あるよ、ある。1時22分。1時22分。24時間後の1時。24時間以内に完走。じゃあ行くで。いいっすよ。位置について、よーい。あー、始まったー。さあ、始まりました。まあ、普通のペースでまず歩いていく。でも、今、これが時速6キロ、これが。結構速いから。1時間で、あの、服が全部揃うはず。まあ、じゃあ僕たちはちょっと恋愛を込めにゆっくりしますか。お前らちょっと、お前らちょっと落ち着けって、お前ら冷房ちゃんと28度にしとくから。いや、うさうさすぎ、うさすぎ。マジで相当うさい。通勤中の早いか。あ、1キロ通過しました。あ、おめでとう。あと99キロ、あと99キロ。これ40キロは余裕やろ。42.195は余裕やろ。マジで余裕。それ言っちゃう、ほんまに。お前多分今余裕やと思うな。なんで走ってると思います、皆さん。太ったからもうちょっとあります。ダイエットもちょっとあるんやけど、一番の理由はこの世の中ですね。この世の中に対して訴えたい。家でもこんなやられるんだぜ。 Say yeah。 俺のステイホーム、俺のランニングフォーム、 It's a very beautiful。 ランプしとん。はい、第1陣終了。お、お、お、お前、わぁ、やばっ。え、見せて、これ。今現在7キロ、2時33分。何を買います？ウェア1、ウェア2、靴、アクエリアスで、ちょうど7キロ。すごいな、これ。こ
これやばい、やばい、ガチで激きつかった。これはもう欲しい方にいらんでしょ。誰も7キロか。風向きどうすか。風向き、いやでも全然、まあ言うてもこれだけはちょっと世界変わる気がしてて、おこれがないから痛い、分かってたんやけどな。まあこれでも夜中やな。夜中が一番きつい。いやちょっとあまりに濡れすぎて。いやだってどう今この気分今。いやでもいい、いやでもやっぱ靴あった方が全然いい、まあ、やろ。でこれあった方が全然いい、やろ。気づいたんや。いやだってこれ100キロ走らないとさ、うん、申し訳ないからさ。今このコロナの状況で頑張ってる受験生たちのためにカットでーす。なんで、なんで使えよ。これ時速8キロです。さっきの、1.25 倍、はい、結構上げてますね。そんなに持つん余裕かな。あ余裕っすか。まあ全然きつい。もうすぐ10キロや。すごい。始まって2時間で10分の1ってことは20時間かかるよ。でもな、うちのお兄ちゃん音大出てるけどさ、うん、レンガーさんのピアノ弾いて、うん、マジですごいと思ってたっていうと、うん、あんだけ短時間で、うん、あんなに効率よくできる人はなかなかおらへんっていうと、あれは俺受験生のメッセージなの。あれはだから受験生ってさ、なんとなく親に行けって言われたから塾行って、目的もなく先生のとこ行って、うん、この先生の授業聞いたら先生上がるって勘違いしてるよ。みんな実際そうじゃないやろ。だって俺だって別にあの先生が優秀か優秀じゃないかじゃないで、最終俺がどれだけ効率よく練習できるかやから。だからあのな、林先生とかいるでしょ。ああ、いいね。あの先生の授業受けた現代文の点数上がりそうって勘違いせへん。見てたらあの人から何の情報が欲しい。で今自分は現代文のどこが分かってないっていうのを分かった上で聞き入れかなあかんねんけど、本当は理想論を言うと予備校に行って成績上がる人と上がらない人の決定的な差やな、これ。なるほど。決定的な差、なんとなく授業行くか、その授業に目的を持ってるかっていう。というわけでですね、まあちょっと僕らがねやることないんで、得点ボーナスとして、ちょっとね横断幕をね、まあ、すでに書いちゃったんですけども、みんなでねちょっと書いていこうかなと思います。生まない、これでも適当に何も適当に書いたんやマジで。これすげえ、これでかいぞね。そう、パッて書いて、パッて書いて、今からねセキスターメンバーとかも、まあ、随時呼んでいって、まあ、みんなでね完成させようかなと思います。あのかさ増しするために一人何個も。はあ、ここへ来た、20キロ突破よっ。休憩、始まって3時間30分で20キロ。お疲れ。やばい。お疲れお疲れ。ちょっと戻りましょうか。いででメディカチェック入ります。おしっこ漏らしてないか。大丈夫ですね。大丈夫。これおしっこってしたくならへんのこれ。全然ない。やっぱ汗であれなんかな。汗で全部消えてる気がする。今だから、まあ、マコとか無理そうと思ってるでしょ、みんな。みんな使ったらするとちょっと無理なんじゃないかと。無理そうと思ってるでしょ。無理そうって思う人多ければ多いほど俺やりたなるから。いきます。おおおお。とりあえず3キロまで、あと3キロでくじ引きも引けるからデュエルディスクくださいよ、早く。 Is that all stranger? Yes. Thank you. 今で3ポイント使ったからあと2ポイントなんで3キロまで待ってもらっていいですか。3キロだから3キロ、あと3キロ使わん方が良かったわ、これ3キロまで。そうや、気づいたね。今25キロ地点なんですけど、マジで過酷すぎる。いやでもほんまでも24時間のチャリティーマラソン走る人ってやばいな、マジで。そうそう、ちょっとオフィスがジムに、あー厳しいな。あ、焦りすぎて靴逆に履いてる問題。それはそれは悪い。すごい。ここからあまりにきついんで、名探偵コナンというアニメのパワー借ります。30キロ。30キロ。あ、でも30キロから練習してます。だからここで晩ご飯の時間です。もう今もうこれ続けるわ。うん、5キロやって走って20分休憩、はいはい、多分間に合うと思うねんな。大丈夫、この先にかっこいいお前待ってて。いや、そうやで、そうやで。
せやで。せやで。で、唐突のデュエルタイムということで、あのくじ引き引けるあのポイント使いたい。ドロー。はぁ、あ、もうほんま〇したよ。マジで、マジでこれほんまに。見せて見せて。はい、効果はすぐに発動します。はい、トラップカード、1分間速度2倍の計。ただし耐えれば2回引ける。今からじゃあ1分間よーいスタート。もう距離めっちゃ進む、ビビる、感動する。言っとくけど、このこれ、これが今は効きないけど、今は大丈夫やけど、後で来るんやで。はい、あーお疲れ様でーす。お疲れ様です。代わりに2回引けるっていう効果を持っていた。はい、ドロー。お、魔法カード、光の導き、照明無制限しようかって意味ないやん。照明無制限しようか意味ないやん。ほら、はいはい、これで撮影のクオリティが上がる。撮影のクオリティ上がる。アニメちょっとなんかない。じゃあ俺がここまでやるか。あ、やって俺がここまでやるか。あ、いいよ、やってみて。シーズンアニメはカレイドスターとクロナドと遊戯王第1話と遊戯王第一はちょっと見たいかもしれない。これは千年の歴史。俺今からこれ見なあかんの。テテレレテレレレレレテテレレエグゾディアバーストストリーム。うわはい、なるほど。でも一個言うと、もう右足が結構やばい、親指の爪が割れそうな気がする。まあでも、でもここまで40走ったのも結構頑張ったと思う。いや、すごいよ。だってあと2キロでフルマラソンよ。あ、やばい、あ、あ、やばいかも。15キロ地点が終わったんですけど、ちょっとほんまに足が、あーでもほんまきついな。ちょっとベイカーストリートのボール全く入ってこんかったもんな。全く入ってこんかったもんな。日付が回り夜12時、36分。なんかコメント読んでるじゃん。こんにちは。はい、こんにちは。お、彼女感でした。彼氏感でした。彼しかない。お前のために走ったよ。今やってもだ。50キロおめでとう。現在50キロです。ただこれもうちょうど同じことをあともう一回やらないと。そうです、間に合わない。ありがとう。え、お前なんか汗までできてるで。なんかえ、だからそういうのもあんね。え、かわいそう。大丈夫これ。大丈夫じゃないと思うね。かゆい、これかゆい。だってマジ永遠汗かいてるもん俺。だから多分飲んだもの全部汗で出てってる効率 90% ぐらいと思うで。確かに。だからだって俺あれから1回もトイレ行ってないからね。朝から1回もトイレ行ってないで、でもこんだけ飲んでるんやで。やばい、やばくない。でもこれ不可能と思うでしょみんな。不可能に、不可能と思うからやってんねん。これは不可能と思うことをやりたいのよ。大丈夫かい？大丈夫。やばい、ほんまにしびれ。ちょっと待って、寒い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 。もうこいつ無理や、ほんまに。